怖っ痛いな、おい、痛いな。手も足も出ないね。ジャッジメント、ジャッジメント、ジャッジメント、ジャッジメントですわ。脳天からまたまれ、叩き割り。筋肉と筋肉で語り合おう。これが共通言語。俺はこのままやったら黒煙人間になってしまうぞ。人に戻れなくなる。どこいつ、どこいつ、うわー、神ゲーにこんなこと言いたくないけど、クソゲーやぞ。はいどうも、皆さんこんにちは、こんばんは、りょうと申します。さあ今回もエルデンやっていきましょう。前回ちょっと短かったな。今日はもうちょいがっつりやりたいなっていうところなんですが、ケイリットはなんだかんだやること多かったやな、ここ。まあいい、しらみつぶしに行こう。あそこの塔もね、いい武器あるんすよね、ここ。ただ勝てんのかな、あいつ。神肌。今、神肌に勝てる自信がぶっちゃけない。グレスト強化セラン。お前、探石売ってねえか？あ、儀式壺、ここのやつ買ってねえ。買い残し多すぎやろ。スパイクセスタス出たな、これめっちゃ強いやつやん。毒火ヘビがこれ無限に変えるじゃん。獣よけの松明。ブラボやん。ほんで、サムライシリーズか。犠牲の枝全部凍っといて、こんなところやね。こいつは殺さなくていいや。侍生きるか。この頭とも意外とマッチしてるやん。これなんか戦技やな。これどうなる、この場合。あ、手に入んのな。空打ち。ドラゴンズドグマやん。次はゲールトリデからやってこうか。なかなかに敵の配置がめんどくさい感じになってますけど。おりえ。結局まだつばえへんだよな。なやなやなや。なんか撃ってきとるやつおんな。重力魔法。アローレインかラダーンの衆。言われてみりゃそんな戦技もありましたわ。なんかキラキラ言ってんね。お前は聖杯瓶か。ならば生かしてやろう。お主の命、俺がいただこう。あ、いい、こいつ硬いな、なかなか。とどめだ！いいね。なんか出たね。お！赤獅子の鎧二つ来ちゃう。けどまあ、侍勝ったばっかし。めちゃくちゃ炎使いや、お前ら。自分から当たりに来るとはバカな野郎だ。はい、お作り。おいおい、顔面いるじゃん、顔面。何守ってんだい。火を力、火を力を、神よ力を。怖っ絵面怖っ。もうちょっとなんか装備くれ。その盾くれんかったっけ。くれるって言っただろう、盾を。くれるって言ったじゃねえか。なんやこいつ。こちとら風邪ひいとるんや。痛い、痛いな、おい、痛いな。もうサクッと入らせていただきましょう。なんかまだバリバリ言うとるわ。ちょ、こいつの突撃えぐいわ。えぐめ。なんでやねん。なんでお前も死ぬねん。ラダン騎士だけはやっとかなあかんわ。地形無視の遠距離攻撃はまずい。獅子斬りと巨人狩りどっちが強いかって話。巨人狩りに決まってるよな。ここ長めいっすね。ディムグレーブの森にさ、この砦の影が落ちてんのがいいね。あ、そういえばさ、新しいトレーラー出たな、DLC の。まさかのストーリートレーラー。こっち意外と強敵、舐めたらあかんで。舐めたらあかんで。ブレードライガーっすか。ここで。ここでのブレードライガーやべえな。あれもしかして獅子斬りか。やめろ、やめろ、やめらんかい。やめらんかい、やめらんかい、やめらんかい。警察や、警察や、やめらんかい、止まらんかい。こういう時こそ、黒煙なんじゃないですか。卑怯とは言うまいな。焦るんじゃねえ、焦るんじゃねえよ。お疲れ。敵が強え。ケイリット、敵が強え。アルター高原と難易度変わらんでしょう。話聞こか、警察や。祭りを、戦祭りを。ラッダーフェスティバル。ラダン将軍に戦士の誉れを。ジェネラルラッダーン。頼みましたぞ、ジェーレン殿。俺に任せとけ。戦士の誉れ、取り戻してやろうやないかい。星砕きの伝承、筋力アップだ。ありがとう、ご友人。素敵だ。どこに繋がっとるんや、これ。罠に注意しろ。これどこ繋がってんの？まず中からやろうが。あそこにもアイテムありますやん。アイテムありますやん。あ、これ。こういう時にこのライトニングジャッジメントはな、便利なんだよ。おい、卑怯とは言うまいな、これ。手も足も出ないね。手も足も出まへんやないか。哀れだね、獣。ライトニングジャッジメント。俺はそう呼んでいる。ジャッジメント、ジャッジメント、ジャッジメント！ジャッジメントですわ。うわ、出た、獅子斬り。これでついに、グレートソードを筋力派生にできる。カタール。お、なんかおる。こんにちは。ダメよ。ダメよ、ダメ、ダメ。お前の力見せてもらおう。だいぶ硬くなったね。十分実用に、たるレベルになりましたね。なんで俺行くの、お前。
ちょっと今ナザールスプレーをやっとるやろ人が。グレートソードよ、目覚めるのだ。重厚なグレートソード、火力下がるじゃん。標準のまんまの方がいいわ。純粋なグレソであれ、ええやん。装備重量足りますやん。これね、これで強戦士ガッツの出来上がりや。お前に味合わせてやろう、本当のグレートソードの力をな。弾が狙える、いいね。叩き伏せるんだ。うれえ。これもまあはめれるからさ、なんだかんだ強え。これからまあ差別化していくか。巨人狩りのツバイと、獅子斬りのグレートソード。差別化していこう。はい、グレートソード、プラス8。胆石6個が結構シビアですね。ほんで、硫酸の印もね、プラ4に強化していい。ただずっとこいつを使っていくのかっていう話でもあるんですよね。まあなんだかんだドラゴン気とは使っていくか。これは、石鹸の鍵二つか。石鹸の鍵二個はなかなかやで。なんかトンボ来た。改めさせてもらうで。牢獄洞窟。気が利くじゃねえか。お、気が利くじゃねえか、お前。ロスグラッドデスキュブ。うりー。取れてる？取れてる。取れてるってタイミングな。それだけが怖え。俺はグレソはね、状態上派生にはしねえぞ。グレソにそういうのは似合わねえ。筋肉の力だけで敵を叩き伏せるんだよ。なんだかんだ言うて最終的には銃口の方が火力出んのかな？その資格はない！おー、その資格はない！ところでその資格はない！おー、その資格はない！生きたまま焼かれている。延々の消防隊やん。ここって開けれるんやったっけ？なんか弾ぜましたね。獅子斬りの前では無力。いや、筋肉の前では、皆等しく無力よ。当たらんのやめろ、お前。圧倒的力。力こそパワー。ただのグレートソードだっていう人もいるけど、俺は宝物って呼んでる。怪しいな。こういう挙動するネズミって怪しいんですよ。焼き尽くすぜ。竜神ジャッカザンカルたち。ここ危ない！なんでやねん！うっ、遅い！て、つれ、うるい！これが暴力。脳天からまたまれ、叩き割り！俺はな、ゲスト巻きの区別がつかねえんだ。お、模色5が出たか。脇差しだ。一応扱いはダガーなんやけど、刀と二刀流になるよな。さあ、ボスはなんだろうな。誰お前、来る、あー、男前やん。久しぶりだな、我が宿敵を。俺も筋肉の啓示を得たよ。男前3人でちちくり合おうや。行くぞ！うれ！あの時の俺とは違うぞ。男前のハンマーと斧ってどこでゲットできるんだ？あんまり致命は強くない。致命なんか狙うな。暴力で叩き潰す、そういう武器なんだよ。なんでやねん、これ強すぎる。さすが俺が認めた男前やな。1対1で戦おうか。お前はまさにこのグレートソードの好敵手にふさわしい。いいね。戦技ばかりじゃなく、普通に殴ろう。やめましょうよ。ちょっと待ちましょうよ。それ男前じゃないっすよ。ちょ、まずは回収。再建回収。いや、それが強え。やばい。ここで空振ったのはでかい。筋肉と筋肉の殴り合い。この世で最も美しい。こっからやぞ。これさ、ウォークライしてからが強えから。いや、この2連マジで強え。筋肉と筋肉で語り合おう。これが共通言語。うれ、焦るんじゃねえぞ。それ範囲広。ちょ、めんどいお前、だるいって、こいつ。お前みたいな奴らは求めてない。お前らのような男前のおの字もないような奴らは、俺は求めてねえんだよ。勇者の肉塊も食っていい。ほんで、ライトニングボルトグレートソード。見ろ、この黄金のグレートソード。うれ、とりあえず入れるか、地名。食らっとけよ。これが男の共通言語。男の共通言語！いや、今のだいぶ出たね、軽く。男の共通言語！行くぞ！うれ！ちょっと、この段差、段差！男前じゃねえ段差があった。だが、これで終わりだ、戦友！お疲れ。はぜたぞ。腐ったモーツァの遺灰？なんて男前じゃないもの落とすんや、お前。ディムグレイブに繋がっとるんやけど、これやろ？そう、これが欲しかったんだよ。エオヒドの宝剣。男の共通言語マジ熱かったな。俺はこういう戦いを求めていたんだよ。ローデリカについて、やはり朝礼の際があった。知る限りを伝えておいた。ありがてえ。世話になった人が朝礼し、せめてもの恩返しや。疑ってある方、いやいや。いいよいいよ。足元の鎖は触れんぞ。くたばらんかーい！胆石3こいつが出すのか。
お前、グレソの糧になれよ。どうも、こんにちは。これが岩石団か。岩石団。獅子は、ウサギを狩るにも全力を尽くすと言うだろう。これが俺の全力や。あったな、これ。あ、超光瓶取ってねえし、ここのやつ。これ、魔法縛りで取ったね。まあ、魔法縛りというね。すでに打ち切って、動画も消えてる。消えてるというか、非公開にしてるシリーズがあるんやけど、非公開にすることはないか、別に。で、隕石の杖。まずお前の話聞こう。もう一回だけ見せてくれと。おっぱい？赤い腐敗に舞い踊るあなたの美しい剣を。マレニア。来たな。おい、どんなとこで下ろすねん。ミリセント。お前もこの圧倒的暴力の前に、ひれ伏させてやろう。出た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 悪い子だ。ミリセント悪い子だ。2対1だ。男前じゃねえな。こいつはちょっとごめんやけど、叩き潰すわ。やめなんかい。邪魔、非常に邪魔。ああ、ぐっ、ぐっ、1対1なら負けることはね、腐敗も甘んじて受ける。俺は、自らも腐るという覚悟を持たないといけない。こいつらもその覚悟を持ってるから。ん？暴力よこせえ！てこか。釜よこせ、釜。足こ、鎧落とせ鎧。なんも出ねえか。よっしゃ、ボス行こう。まあこいつは遠距離からやんのがマストではあるんですが。いや、マストか。狙いすます雷撃いってえな、おい。これ聞いてんのか？狙いすます雷撃あんまりやな。やっぱり黒煙か？それ男前じゃないよな。京ちゃんが仕事しねえ。いやいや、それやばいやん。やばくなかった、今の。こいつ、カンストになって化けたな。元から結構強いっちゃ強いか。鬼のディレイ、ものすごいディレイ。いや、強すぎる。まさかの超強敵や。え、この距離ダメなんですか？超強えじゃん、この人。ドラゴンバイツ試すか、一旦。ドラゴンバイツでもダウンしねえの？ちまちま、ちまちま撃ってくるガイアが鬱陶しい。ガイアのうざさ。このまんまちまちまとやらせてもらう。あれ、誰か呼べるじゃん。よく見たら。誰呼べるんだ。このまま何事もなく終わらせよう。これ遊びはなしだ。な、遊びはなし言うたやろ。召喚サインが見えたような気がしたんやけど。あるな。誰だ。誰？幼女ポリアンナ。マジで知らんやつ来た。どちら様ですか？ミリセントの姉妹か。これ、雷撃で一気にこいつら削れないか。雷撃で。あ、これやった、最悪。雷撃ダメだ。雷撃で足止めてもらうからあかんわ。こいつらほんまにクソ。こいつな、1対1やったらまあそこそこ、おもろいボスなってたかもわからんけど、絶対さ、配下引き連れてるやん。こいつソウルの砦にもいるけど、絶対に配下いるんですよ。それがね、マジでいらん。おもんねえぞ、悪いけど。あえて言おう。クソゲーだと。ひょうちゃん、ポリアン出すのもうちょい後でよかったな。ほんまにもう決められるっていうタイミングでダメ押しでやるのがいい。なんだこいつ、このモーションばっかり。なんだこいつ、マジでおもんな。ポリアンヌ出したらなんか回復した。ポリアンヌで回復したのか、お前の能力で回復したのかわからんが、それズルはさせないってこと？いや、お前の存在がズルですやん、それはもう。ボスの体力ってあれか、協力者に落ちて増えるから、協力者読んだ分増えたんだ。じゃあ呼ばねえ方がいいじゃん。めっちゃタゲ取ってくれてる。いい仕事してるよ。いい仕事してますねえ。オッケー、ナイスナイスナイス。ああ、お作り。普通におもんなかった。ヤドマサの軍旗とムクガネの針な。これはゴーリーのイベントで使うやつやから、ちゃんと取っておきましょう。あ、うわ、出た、ゲージゲージ人間。ほんまのムカデ人間出ましたね。これ何があるんだ、ここ。もうマジ化け物だらけやん。今地下室入ったら終わりやろ。これ強いんだよな、ホーミングミサイル。幼虫までいる。これ幼虫やんな。これなんだ、ここ。あげらんかい。何があるとこ。陰鉄の刀か。よっしゃ、俺を殺せい。陰鉄の刀、初見の時使ってたな。おい、ありがとうございます。このために買っておいてよかった。強攻撃が確か特殊モーション。アシラ一文字。戦技がグラビタスな。これ戦技が専用戦技やったらな、もっとよかったな。見た目のかっこよさピカイチやな。だがやはりグレートソードなんですよね。グレソしか勝たん。バケモンしかいねえじゃん、ここ。こいつエグズキスやったっけ？そう、エグズキスな。鎖行くエグズキス。
でけえ。いやー、敵がほんまに強いね。竜神ジャッカ、ザンカのタッチ。いいダメージや。戦技ゲーになっちゃってるよ。ただそれはしょうがない。そういうゲームなんやから。あ、くせえ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 。くせえのら。くっさ、でっか、みっともな。マジで腐ってるのは、名前だけにしとけよ。腐んのも大概にせえ。これ足元に潜んのが吉やろ。口臭がすごい。口のおいにがごいっすやで、こいつ。これ終わりやろ、もうこうなったら。終わりじゃねえか。うわぁ、神殺しの武器鍛えんかい。夜と炎の剣、プラゴにさせてもらう。オブザ消毒ってこと。毎回これでやられんだよな。これ化け物だろ、これ。これ化け物だろ。化け物ってか犯罪、お前、それ。グレソに勝てるわけねえだろ。お疲れ。なんか出たな。これって鎧が確かユニークやんな。まず白金のラティナの強化から入りましょう。ラティナ、プラ何個までいける？プラ3か。ラティナは動くことができないから、ここの高台に置いとこう。ラティナの攻撃これ当たるかな？あ、撃ってくれてる。30しかダメージが出てない。あ、でも結構連射してるぞ。これ強化したら強いかもね。希望が見えてきた。希望が。今、かすかな希望が、胸に灯っていく。ここまで届くの、これ。は？これほんまにあかんやつよ。じゃあもうどうしたらええねん。だあ！うわ、最悪ロストした30万。何食らってもワンパンやんけ、こいつ。ワンパンやで！バカの一つ覚えのように、黒煙を投げることしかできなくなってしまう、俺は。俺はこのままやったら黒煙人間になってしまうぞ。いいのか、俺が黒煙マンになっても。人に戻れなくなる。トレンド大丈夫か？フローズンレーズンとか入れとかなんかな、これ。はい、股間に黒煙。股間黒煙焼け。これで終わりだよ！いや、マジでこいつやばくない？ここに来てちょっとおもんないボスが増えてきましたよ。竜の鼓動二つになったから、これエグズキスの腐敗もいけるやんな。どっか行け、お前。やめろ！やめろメロメロ、やめろメロ。ちょ、やばい、ほんとに。なんだこいつ！もう散々な目にあってるやん。むちゃ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 。おいちぃ！あ、正気の角飾り、これ何やったっけ？発狂体制か。さあ、石鹸のカーギー2つ使って、上上がりますよと。ここからの眺めもまた最高ですな。ちょっと怖いけどな。エヴァのエレベーターみたい。エヴァンゲリオン初号機、発進！はーい、ほんでこっち。力ダーっていたいねんな。またゴーレムいるし。あなたなんか光ってないですか？ふぅー！おい、ほんまにクソゲーやって。神ゲーにこんなこと言いたくないけどクソゲーやぞ。これ、負けるたんびに確かこっからやり直させられるよな。なんだこれ？あー、出血付きの大盾だ。そんなんもあるんや。これはちょっと記憶になかったな。一旦ここであいつが反応せんくなんの待つか。ルーンの子も使っとこう。なんで来るねん、あいつこっちに。さすがにもうか。帰れい！帰れい！大アレキサンダーの試練を受けよう。二刀流おじさんか。これ人やな。おそらくやけど、オンラインの人をね、NPC として召喚するやつ。これ明らかに NPC ですよね、この動き方。勝って！なんとかこれではめたいところだが、やばい！エレオノーラの総なぎなた二刀流とかで変態が来たな。はめたいはめたい。このまま終わらしたい。絶対人は入ってないな、でも。おら！ゴーストのね、まがいもんなんかに俺が負けるかよ。盾持ってんのかよ、これパリーしてるんぞ、こいつ。やばい。よっしゃ！はめ殺せ！終わらせる、このまま。終わらせる！やめなさい、やめろ、やめろ、ほんとにやめろ。いや、今危なかったの、マジで。戦技使ったら勝ったぞ、お前、俺に。おれい！お疲れ。おっしゃ、入りました！いや、入ってない、入ってない。ラダーンの過去に月光剣ってなかなかなんかおっしゃんやね、お前。なんか祈祷も使おうとするこいつ。妙な真似はさせんぞ！おもんねえとは言わせねえ。卑怯とは言わせねえ。なんだ、この段差は。うわ、それか。当たらなければ意味ないね。何？こいつやはりラスボスか。おら！終わらせる！京都は言わせまい！お疲れ。うえ。動画的におもんないとか言わせんからな。さあ、よこせ。
笑ってる。大坪の武具会、これが装備重量増加系で一番強い。カーリアシリーズ来てグレソ持っても中ロリのまんま、いいね。じゃあ今日はここまでやね。さすがに今回は結構尺足りるでしょ。いやーケイリットなってきて敵が強くなってきたな。さすがにあと 2,3 回ぐらいはケイリットで遊べそうやな。ここもボス強いからね。はい、ってなわけで、じゃあとりあえず今回はこんなところで、今回も最後までご覧くださった皆さんどうもありがとうございました。ってなわけで See you next time, bye bye. 次回また遊びに行ってな。ほな。